こんにちは、塩さんでございます。今回は焼肉屋さんから取り寄せたおせち料理、こだわりが伝わるチルドならではの魅力をお伝えします。川口市の芝地区にもある焼肉せなら川口店さん、美味しくて個室が充実しているお気に入りのお店の一つです。この焼肉せならさんは埼玉県内で5店舗展開している埼玉で人気の焼肉店の一つです。焼肉せならさんは肉へのこだわり、これが非常に高くて、新しい食べ方の発見もいただくなど、美味しさも含めて一度知るとまた食べたくなる魅力的な焼肉店の一つでもあります。その焼肉せならさんは郊外型としては高級な焼肉店の部類に入る、そんなワンランク上な焼肉店でもあります。家族を連れて行くとめっちゃ喜ばれます。それくらいに充実したお店でもあります。その焼肉せならさんから取り寄せたおせち料理、それを今回いただきました。こちらがおせち料理。このおせち料理の包み、これを見た瞬間にこだわりを感じました。中への期待感が高まります。これは保冷仕様になっており、中開けていくとな感じになっていました。そしてこの中から出てきたのは案内と箱とタレです。めっちゃおしゃれな感じですよね。そしてこの新年の挨拶とおせち料理の案内が書かれたこの案内の紙、こちらも見ていきます。おせち料理の各料理の説明が詳しく書かれていました。この一つ一つに対するこだわりも含めて書いているこちらの案内、特徴的なのはレンジで温めて仕上げをする料理がいくつかあることです。ありそうでない仕上がりのおせち料理、基本おせち料理をネットなどで注文すると大体冷凍で届きます。そしてそれを解凍していただく、そのスタイルが中心ですが、このせならさんの場合はチルド、つまり冷蔵の状態で届いて、お客様が盛り付けなど仕上げをして完成させる、そんなおせち料理になっているんです。箱の美しさから素晴らしいおせち料理、箱を開けるとどんな中身なのか、早速開けてみますとこんな感じです。大きな伊勢海老も入った1段目、これ全て真空パックで届いているんですね。一つ一つを真空パックにすることでチルドで届けることができる、そのことがこれを見て伝わってくるとともに、この手間がまずすごいなということを感じました。重箱への盛り付け、これはお客様が行っていく、料理によってはレンジで温めて仕上げ、そしてお客様が盛り付けていく、こんなスタイルのおせち料理、これはありそうでないスタイルのおせち料理ですよね。だから実際に仕上げてみると、これまた仕上がりがすごかったんですね。2段目はこちらです。開けると一番気になったのはやっぱりアワビです。アワビの醤油煮が入っている、もうこれだけでもすごいですね。2段目の料理は全てレンジで温めて仕上げる、出来たてを楽しむことができるような、そんな仕上がりでした。完成したおせち料理、それはこちらです。盛り付けを実際にしていくとまた見栄えが全然違ってきますよね。最後は自分で仕上げる、これはまたいい感じです。ほんと一つ一つめちゃくちゃうまそうに仕上がりました。さらに2つ目のもう一段のところも見ていきます。こんな感じ。ちょっとこちらは盛り付け少し失敗しちゃいましたが、他はなんとか綺麗にすることができてきました。早速一つ一つをいただいていきます。まずは白菜キムチから。辛さよりもうまさがより勝ってくる、そんな味わいのキムチです。続いては鶏肉のジョン。このジョンとは卵焼きのような感じのもので、お祝いの席などでよく食べられる一品だそうです。半分にカットした鶏肉のジョン、ここにタレをかけていただいていきました。少しピリ辛なタレの味わい、そのタレの味わいの中に鶏の食感と卵のうまみ、それを感じる美味しい一品だと思いました。そして大根のナムルとインゲンのナムル、これ2つともありそうでないナムルですよね。その美味しさをいただいた後は伊勢エビの蒸し物です。この伊勢エビの蒸し物がめちゃうまかったんですね。でかくて身がしっかりした伊勢エビ、めっちゃうまいんです。蒸したての美味しさ、それがすごいと思いました。そして翌朝には伊勢エビの味噌汁にして出汁を楽しむこともできました。この伊勢エビの本物さ、それが本当にレベルが高いと思いました。続いてタラバガニのジョン。これはタラバガニの卵焼きのような感じです。タレの美味しさがたまらない。そして中には大きなタラバガニがしっかり入ってる贅沢な一品です。韓国風数のこと黒豆の金粉あえ、この2つとも素晴らしいですね。数の子はちょっとピリ辛、そして黒豆は甘めの味わいでふわっとした食感がたまらない一品でした。金粉のおまけもありがたいですね。そして和牛肉の韓国醤油煮、これがまたうまかったんですね。肉がとろける、そして肉のうまみとタレのうまみがすごかったんです。サキイカの甘辛キムチ、お店でいただいた時の美味しさを思い出します。サキイカのこの食感と甘辛な美味しさ、これがたまらないんです。一度食べるとやみつきになる、そんな美味しさのサキイカの甘辛キムチ、お酒があるとめっちゃ飲みたくなる、そんなおつまみにも最適な一品の一つでもあります。続いてアワビの醤油煮です。このアワビもほんと感動しました。4つも入っています。しかも食べやすいサイズにカットされている。アワビは食感、うまみ、ハマる美味しさでした。そしてファヤンジョク、ジョクとは炙りを表す一品で、韓国古来の串焼き料理だそうです。付属のタレをかけていただくといろんな食感と味わいが楽しめます。タレはどちらかというとさっぱりめ、どちらかというとこの食感やいろんな味わいが楽しめる、これが魅力でした。そしてやっぱこちらも熱々でいただくとめちゃくちゃ美味しかったんですね。このやっぱは薬膳飯のような風味がまず口の中に広がります。その後来る甘うまさ、これがたまりませんでした。そしてもちもちのご飯の食感、これがめちゃくちゃ美味しかったんですね。食べ始めると癖になる、そんな美味しい一品です。そして豆の餅菓子と書いたコンソルギ、これに黒蜜をかけて食べるとまたうまかったんですね。料理の美味しさに感動しながら、このお正月の食事を楽しませていただきました。今回焼肉セナラさんのおせち料理をいただいて感じたこと、それは包みからも伝わるお店レベルに対するこだわりでした。お店のレベル、それをしっかりとおせち料理でもお客様に届けたい、そのことがこの包みを見た瞬間から伝わってくるとともに、中を開けるとさらにそのこだわりが伝わりました。そして一つ一つの料理がお店で食べる味、そう感じるくらいに出来たての美味しさ、それを感じるんですね。特におせち料理で一番重要な伊勢エビ、これの美味しさがやばかったんです。さらに他の料理もお客様が仕上げをするひと手間を加えることによってお店で食べるのと変わらない美味しさを届けていく、そのひと手間を残して届けるということそのものが素晴らしいことであるなと思いました。お店レベルのこだわりを届けたい、そのためにお客様にひと手間というこの最後の仕上げを残す、それが美味しさへのこだわり、そこにつながっていくということ。値段はそれなりに高い2万円ちょっとしますが、でも納得のおせち料理であると思いました。おせち料理で一番大切なこと、それはうまいということ、それだと思っていましたので、そのおせち料理が美味しい、そのことが伝わるおせち料理を届けることで、家族親戚みんながうまいと感動したことそのものが納得できるおせちであるということにつながりました。年が明けたばかりですので、まだまだ早すぎますが、年末のおせち料理にはおすすめなおせち料理の一つだと思いました。焼肉せならさん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。